はい、どうも皆さん、こんにちは、モリーよです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、最強投手使っていきたいと思います。石川歩投手でリア対完璧に抑えてみた。はい、ということでこちらに映っております石川歩投手をリアタイでしっかりと使っていきたいなと思うんですけど、ステータス見ていこうと思います。球威78、制球79、スタミナ75で一応球威自慢をつけたら球威制球のどっちになる選手となっております。で、一応限界突破は4です。すいません、ちょっと1枚 A ランク足りませんでした。で、特訓レベルはマックスでございます。で、一応球種がこんな感じですね。まあ、シンカー2球種、これをまあしっかり使って抑えていく形になります。で、一応先発エース中継ぎ E なんで、限界回突破を、マックスまで、5ですね、極めまでしてもらったら、中継ぎも一応できる適正となっております。この状態では一応中継ぎできません、すいません。で、特殊能力なんですけども、コントロールキレレベル1で対ピンチレベル5まで上げております。石川歩投手やはり対ピンチが強いということで、一応対ピンチだけレベル5まで上げさせていただいておりますということで、早速ですね、リアタイで石川歩投手で無双していきたいと思います。よろしくお願いいたします。一応モサ殺しとなっておりますので、モサに当たったら石川投手マジ強いですということで、入れていきましょう。どうぞ、どうぞ。はい、よろしくお願いいたしますということで、1試合目やっていこうと思うんですけれども、当たり前ですけども、こちらの先発投手は石川 M 投手でございます。おい、ナイスボール、めっちゃいいボール。で、この高速シンカーと、普通のシンカーをどう投げ分けていくのかっていうのが重要。ジャンゼリとバチコリと先頭打者ホームランを打たれましたということで、まあ、切り替えてですね、まあ、今のホームランはなかったという考えでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。サード、はい、オッケー。やっぱりタイピンチが出てからが、まあ、本領発揮と言いたいところなんですけども、ホームラン打たれ、マジマジ、 めっちゃ打つやん。コントロールキレ一応出ました、コントロールキレが一応出ました。で、ここまっすぐ投げます。ちょっと不意をつくまっすぐです。これ狙われてるかもしれません。センター、今いけたんちゃう、今いけたんちゃう、どう思います、皆さん。めっちゃ打たれる。オーケー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 。で、タイピンチの高さでも遊びます。このビップさん曰くですね、これ遊びます。これ、あー、あ、ゲッツ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 、え、え、な、何今のカクカク。はい、タイピンチ出ております。一応めっちゃ今のクソみたいにカクカク、どうした、こっかこっかこっか、ストライク入れ、ほら、めっちゃ曲がる、マジでめっちゃ曲がるやん、めっちゃ曲がるやん、スインカー。あー、いいね、ファースト、え今何、今通り過ぎませんでした、今マジで今やばくない、今のはどう思います皆さん、今の、今のはちょっとヤバすぎません？しかもめっちゃ打たれるし、進化。センター、センター、センター、おい、どんまーい。めっちゃ打たれるやん。抑えるとか言って全然抑えられないやんけ。なんなん、なんなん、なんなん、マジで。でも石川投手強いんですよ。でも今のストライクを取れないところが私の弱いところですね。まあ、はい。で、2球目にあの高速スラ、進化投げがち。これちょっとありますね、高速進化投げがち。2球目で、3球目も続けます。はい、取れ取れ取れ、オッケー、危な。はい、ということで、はい、バッティング見せていこうと思うんですけども、全出しでございます。ツーシーム張ります。糸井さんです。はいはいはい、はい、ゴミ、はい、ゴミ、はい、ゴミ、ボール、オッケー。ツースリー、ツースリー、ここ出ます、出ます、ツーシーム来ます、多分。オッケー、走れ走れ走れ、セーフ、セーフ、うざ。まあ、行きます、まっすぐあります、ボール、オッケー、いいよ。ああ、早かった、今ホームランだったな、タイミングジャストだったら。ああ、まあ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 、いいでしょ、今のフォーク狙ったんで、まっすぐ、ボールボールボール、いやー、ここここ超えろ、超え、全然超えねえわ。こ、いやー、走れ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 、あー、アウト、アウト。
はい、ということで、まあ、今回はですね、あの石川投手の動画でございますので、まあ打てないのはしょうがないというね、そういうことです。はい、これです。これがあの石川投手の投球でございます。コントロール切れめっちゃ出るやん、レベル1なのに。出ろ特能、出ろ。はい、特能消されました。はい、特能消されたでございます。私でございます。まっすぐ投げます。ナイスボール。いいね。今日のね、主審ね、ちょっと広いですね。広めでございます。あ、甘い甘い甘い。あぶねー。甘い。ここ。ボールでいい。あ、入ってるんだってね。入っとるって。ボールでいい。はい、先ほどホームラン打たれました。ショーヘイ。チャーニーでございます。高速スライダーからいきます。高速スライダーじゃない、高速スイング。ライト。オッケー。ほぼヒットみたいな当たり。ほぼヒットみたいな当たり打たれてます。カッチカッチ、はい、ナイスボール。センター、オッケー。はい、ということでバッティングいきたいと思います。さよなら決めます。3点取ります。ツーシームあります。あ、マジライン上なんだが。ボール、オッケー。いいね、見えてるよ。打ちますよ。ツーシーム、ゴッカッカ。吉田さん、カッカ。あー、ナイショナイショ、カーナイショ。はい、ということで石川投手ピッチングやっていきたいと思います。ということで今回は高速シンカーから入っていきたいと思います。まあ、石川投手ですね、まあ抑えられます。モサほど通用するピッチャーの一人でございます。はい、セカンドファーストがオッケー。まあ、このシンカー、高速シンカーを使うのはもちろんなんですけども、時たま投げるこのストレート、こちらが強いです。非常に強い、非常に強いです。でスインカーを高めにここら辺から、まあ、横に曲げていく、横にスライドさせていくっていう感じなんですけども、まあちょっとこの横にスライドさせるのはちょっと投げるのが難しいです。これ今ので、アウトコースに投げます。こうか、アイボル。ああ、フランネー、フランネー。まあ高速スインカーいきます。コッ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 、ベストピッチ。ああ、ナイスボール。めっちゃ打たれるやん、クソ打たれるやん。はい、全出し一応コントロール切れ、タイピンチでコントロール出たんで、こうピタピタまっすぐベストピッチ、これビタビタいく。はい、ナイスボール。打たれるやん、めっちゃいいね。タイピンチ出てます。タイピンチ大事、非常に。コッコッ、ベストピッチいいね。今日ベストピッチ出るね。ボール、うわ、見るね今の。あ、あぶねー、マジあぶねー。さっきのあの低めのねスインカーが見るのは強い。あー、もう配球が悪いですかね、私の。まあ、タイピンチ出てるんで、カットボールのため投げます。コッコッ。あの石川投手ね、やっぱりあの私的にはなんですけども、限界突破をして極みまでさせて、あの中継ぎで投げるというか、中継ぎであの登板させることをお勧めします。やっぱりタイピンチ出た方が強いと思いますし、やっぱ回の途中とかから出られた方が嫌だと思うんですよね、先発来られるよりも。 OK、 絶対に打ちます。で石川投手登板させます、2回も。まっすぐ、ビクロイ吉田さん。動画上では2試合連続じゃないですか、一応。通信、コッ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 。絶対に抑えます。絶対に抑えなければならないピッチングがここにはあります。オッケー、ピッチャー、これが強い。このねシンカー投げてギリギリのコース行く時のここの高速シンカーを投げるのが強いです。で、そう、アウトコース投げます、たまには。あ、甘い、あぶねー、待ってなかったね今の。でっかいシンカーもここに投げます。コッコ、ベストピッチ。あ、甘いって、ほら今のは甘い、今のは反省です、今のは反省すべき。代打のギータ怖、
ダイダのギータマジ怖い。絶対に抑えます。スライド投げます。カッカッ。で石川投手ね、やっぱ強いところ皆さんに見せたいんで、俺も意地でも抑えなきゃいけない。カッ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 。でいつかストライクゾーン投げなきゃいけない時があるんですよ。それを勝負勝負勝負って感じで投げていかなきゃいけないです。ここカッ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 。ベチベチ。あーめっちゃいいところ。あーいいね。タイピンチ出ない。タイピンチは出ませんけど、カッカッ。申し訳ありませんでした。石川投手今後も使っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。